申し込む。安藤サクラがママとして初の朝ドラ主演に NHK を納得させたサポート体制がすごい。オファーをいただいたのは4ヶ月前の10月の頭でした。その時には私が子供を産んでこの先の仕事を休むのかとか先のことはあまり考えずにとにかく子供のために時間を過ごしていこうと思っていました。18年後期の朝ドラ満腹のヒロイン会見が1月31日に行われ、壇上で棒を語ったのは昨年6月に第一子となる長女を出産したばかりの安藤サクラ。ママとなった女優がヒロインに抜擢されたケースは朝ドラ史上初のこと。歴史的快挙にさぞ大喜びかと思いきや、オファーを受けた当初は子供を育てるのが一番という理由で出演を断念しようとしていたという。その背中を押したのは12年に結婚した夫の江本優だった。夫には伝えてみようと、きっと面白がってくれるなという気持ちで伝えて、そしたらできるかもしれないよ、考えてごらんと言ってくれたんです。意外な答えが返ってきたことも会見で明かした。安藤は出産してからは半年ほど仕事をセーブしていたようで、だという下北沢のカレー店でお見かけしました。他にも駅前の薬局で日用品を買ってチェーン店のカフェでお茶しているのをよく見ます。普通に職業をされているんだなと思っていました。近所の住民、そんな安藤だったが、12月中旬から1月末にかけて映画の撮影で仕事復帰を果たしていた。代表する映画監督是枝裕和さんの最新作に息子を持つ母親役で出演します。現場では子供が生まれたタイミングで母親役ができるって嬉しい、まあうちは娘なんだけどね笑いと言っていましたね。出演者の全員が売れっ子役者の中、ハイペースで撮影は進んでいきました。映画配給会社関係者、ママが女優に変身している間、誰がまだ娘の面倒を見ていたのかというと、撮影のたびに江本さんの実家に預けてから撮影現場に向かっていたそうです。安藤さんは結婚してからもしばらくの間江本家に住んでいたほどなので、家族とも大の仲良し。なんでもお父さんの苗さんは孫にメロメロなんだとか。同映画配給会社関係者、家族の支えもあり映画の撮影は乗り切ることができたわけだが、朝ドラとなると話は異なる。東京を離れて長期間大阪で撮影を行うことになるからだ。安藤さんはお子さんも連れて大阪に行くそうです。家族に相談したところ、さすが俳優一家行ってきなとゴーサインを出してくれたとか。多忙を極めるであろう彼女のために交代で大阪まで行ってお子さんのケアをする計画も立てているそうですよ。安藤の知人